キックオフで試合がスタートしました。ボールはニアサイド、いった、わずかに外、惜しい。いやー、いいシュートでした。石井、札幌どう展開するのか。野口、5分過ぎました。おっとクロス、いいボール飛び込んだ、まだある。これはコーナーキックになります。札幌開始早々大きなチャンスを迎えています。追いついた、いいボール、まだ残ってます。サイドにはならない。おっと打ってきた、どう、助かった。増田前へ、前半15分、高田、石井前、さっきと同じようなボール、前方にクリア、センターに戻します。20分経過しました。寄せないと、あっとハイボール、ヘッドでクリア、よくしのいだ。縦に出します、抜かれた。前半25分、裏をつきます。お、キーパー出ている。ヒシス、プレー前方にフィード、ランナコーナー、札幌ピンチが続きます。ヘッドで押し返す、増田、前半30分経過、ここでファーサイド、いいボール、大きくクリア、前に送ってゆっくり回します。丸山、前方へ繋がればチャンス、そこだ、入った来た、ゴール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 、ゴール札幌、ここで先制点、試合が動きました。得点は1-0。
半残り5分です。アドバンテージを見ます。タイムになりました。おお、セダねじ込んだ、入ったゴール。札幌さらに追加点。ここで笛です。前半終了、札幌2点差で前半を折り返します。ここまでの流れを振り返ります。さて中西さん、はい、札幌2点リードしているんですが、守備が安定してましたね。はい、どうもありがとうございました。それではさあ後半戦が始まります。危ない、あっとハイボール、やめて。最後は高橋、これはミスキック。こういうシュート怖いですね。セダ前に出すと、ここでスライディング、前方にクリア。後半5分経過、高橋、頭でつなぐ、左にボールが出る、ディフェンダーに当たった。ここで選手交代があります。右へ、いい展開だ、これが通れば面白い。来た、副審がファールを取りました。ここで選手の交代です。頭で、早く前線にボールを入れた方がいいですね。ヘッドでつなぐ、少ないタッチでボールを回した方がいいですね。大きくクリア、石井、ゴール、札幌さらにゴール。選手の交代が行われています。札幌交代枠を使い切りました。札幌さあ、これだけの得点差があればあとは守るだけですね。
後半20分経過しました。危ない。クリア。後半25分経過。前方にクリア。さあ抜けていくか。オフサイドないですね。本田が惜しくも外れました。ディフェンス。しかしこれは枠を捉えきれなかった。守りきった。後半30分経過。桑原前へ打ってきた。力が入ってしまったか。ボールが浮いてしまいました。いやいいシュートでした。後半35分をすでに過ぎました。セダ前ファールで止めました。これはイエロー。さあいい位置でのベースキックです。おお狙ってきた。これは弾かれた。惜しい。ショートコーナーシュート。桑原さらにリードを広げます。札幌、さあもうこれだけの得点差があれば安全圏と言っていいでしょう。クリミエン縦に出します。ボールを足元へ。ファウルでしょう。マイナスにクリア。札幌チャンス到来。さっきと同じようなボール。桑原クロスが上がった。オフサイド。裏をつきます。前に送って、サンド高らかとホイッスルの音が響き渡りました。札幌大量得点で勝利をものにしました。今日の試合を振り返ります。大変残念ですがお別れの時間。